こんにちは。今日はですね、新しい銘柄にチャレンジしていきたいと思います。ファーストリテイリングですね。昨日ですね、4月8日だから昨日ですね、昨日に決算発表がありまして、ここはですね、ちょっと変わってましてね、8月決算なんですね。日本の企業って大体3月決算が多いんですけど、小売業とかね、いわゆるイオンとかね、セブンイレブンも確か、セブン&アイ・ホールディングスも確かそうだったと思うんだけど、2月の決算っていうのも結構ね、案外日本は多いんです。外食系なんかが多いのかな。で、ただファーストリテイリングはね、8月なんであんまり見たことがないですね。で、銘柄分析の8銘柄目ですね、の新しい銘柄を加えました。ファーストリテイリング。まあ、このファーストリテイリングはね、ご存知の通り、日経平均の値動きの寄与度って言って、日経平均というのはね、単純平均なんで、トピックスみたいに時価総額を考えてないんでね、単純に、株価が高いものはですね、日経平均を動かしちゃうんですね。だからファーストリテイリングは日経平均の寄与度がですね、非常に大きくて、ソフトバンクグループだとかね、ファナックとか、あとデンソーなんかもそうだったかな、あとはM3 とかね、株価、日経平均を左右するですね、非常にインパクトのある銘柄でありますので、非常に気になっている方も多いと思いますね。はい、日経平均寄与度の、ね、上位10銘柄ぐらいを買うとね、非常に日経平均の動きに近くなりますのでね、そういうこともありますと。で、ファーストリテイリングは、代表的なアパレル銘柄ですよね。はい、アパレルって言いますとね、自分なんかはメンズものということで、大体じゃあ自分はどこで服を買っていたのかっていうところから始まると、大体だからね、自分の場合はそのユニクロとかファーストファッションというところであんまり買わなかったんですよね。なんかこう毛嫌いというか、たまに T シャツとかいわゆるトップスっていうやつを買ったことはあるし、パンツもですね、ジーパンだったか、ジーパンじゃないな、なんかね、そういう、カジュアルな、パンツをですね、買ったこともあるんだけど、なんかですね、こう、肩にはまったデザインというか、アクのないデザインというのかな。ちょっと表現が難しいんですね。なんとなくね、こうファミリー層というか、ファミリー的なデザイン、こうアクのない、なんつうのかな、映画で言ったらディズニー映画みたいな感じがするんです。ちょっと表現が難しいんですけどね。で、とにかくなんかね、好きになれなくて買わなかったんですけど、実は結構ですね、最近GU の服を買うことが多くてですね、通販で GU を最近は買ってますね。何がいいかというと、まず圧倒的に安いです。パンツなんかでも、普通はなんかセレクトショップとかで買うと、つまりデパートなんかに入っている、セレクトショップっていうのはユナイテッドアローズとかね、トゥモローランドとかっていうのがあれセレクトショップなんだけど、あれは要するにですね、世界各国のいろいろなブランドから服を仕入れるんですね。仕入れて店舗で売っているだけなんです。だから仕入れ、大塚家具みたいなもんでね、仕入れて売るだけだから、そこの利ざやがそこの利益になるっていう、実に簡単なビジネスモデルなんですね。それでもユナイテッドアローズなんかはね、全国、日本でかなり成功してますよね。確か上場もしてたと思います。で、自分もユナイテッドアローズとかですね、そういうセレクトショップで買ったり、あとは私もよく着てますけどね、ショットっていう、アメリカのもともと、その、
まあ、革ジャンというかね、あのそういうブランドで、まあ、いろいろ普通にシャツとかパンツとかも作ってるんですけど、そういうのはあの結構好きで買ってたりとかですね。まあでも大体そんなもんかな。あんまりブランドショップ、まあショットとかはまあブランドショップって言ってもいいでしょうね。まあそこのショットのブランドの洋服を取り扱ってますよ。まあ直営店なのかフランチャイズなのか別としても、ブランドショップ、だからブランドショップとセレクトショップと、ファーストファッションのショップとあるわけです。大体分けたらね。洋服の店っていうものを分けると、そのショットだったらショットがやっている、ショットとかまああのあのディーゼルとかね、いろいろ私も若い頃買ってましたけど、そのブランドが企画して作ってショップも運営している、まあそのショップはフランチャイズかもしれんけど、そのブランドのその洋服のメーカーが自分とこでデザインして作った服を自分とこのショップで売っているのが、まあ、ブランドショップですよね。で、大体こういうとこのショップのやつは高いですよね。シャツでも1万5000円とか、パンツとかだったら2万3万って、特にあのメンズものは高いですからね。それで、それがブランドショップ。それから、セレクトショップっていうのはユナイテッドアローズとかトゥモローランドとかね、みたいに、いや、いろいろブランドからあの仕入れて、あの売って並べて売っているっていう。でもう一個がこの今回出てきたようなファーストリテイリングとかね、ザラとかH&M とかギャップとかもそうですかね。うん、もうギャップとかまで行くとね、あんまりファーストファッションって感じもしませんけどね。どっちかって言ったらもうあれブランドショップかなみたいに思ってる人も中にはいると思いますよ。それでファーストリテイリングはもうこれファーストファッションの代表格なわけです。ね。案外ね、あのユニクロと GU って違うブランドなのかと思ってたっていう人多いんだけど、実はファーストリテイリングなんですね。GU もユニクロもファーストリテイリングなんです。で、とにかくですね、この、そのさっき言ったブランドショップ、とかセレクトショップっていうのは高いわけですよ。特にセレクトショップなんかは他社から仕入れるわけなんで、まあやっぱり高くなっちゃいますよね。うん、洋服なんていうのは売れ残りが非常に多いですからね。だから仕入れ、例えば1万円で仕入れたものを2万3万4万っていう形で売ったって全然おかしくない商売ですからね。というのはそれぐらい売れ残りますから。だから粗利率がものすごく大きいんです、セレクトショップにしてもブランドショップにしてもね。ただファーストリテイリングとかは、これはもう自分も買うのがそうな通り、パンツがね、前買ったパンツが1600円ですよよくそんなんで利益出てるなと思うんだけど、だってショットとかでパンツを買ったら3万円ぐらいしますからね。それが普通、まあそれはもちろんね、そういうブランドショップのパンツと比べたら素材はやっぱりちょっと粗悪ですよ。例えばショットで買ったらもう、まあ、やっぱり綿 100% ですよね。で分厚いし生地もしっかりしてる。 だけどファーストリテイリングとか、まあ、GU で買うとやっぱり綿ポリエステル混合ですよね。でやっぱり生地もどっちかって言ったらやっぱり薄っぺらいし、何回も何回も何年も着れるようなものじゃちょっとない感じはあるんだけども、パンツが1600円ですからね。それ20本買えますよ、ブランドショップだったら。で そのただし、じゃあなんで最近 GU で買うようになったかっていうと、やっぱりね、そのデザインが、じゃあ変わったデザインのものを買った時にやっぱり着てみたらなんかしっくりこないなっていうんで、結構着なくなる服っていうのは多いじゃないですか。その着なくなる時にブランドショップとかセレクトショップで買った3万円のパンツを着なくなった時にめちゃくちゃそれ損ですよね。でかといってなかなかその中古屋というか古着屋に売るっていうのも結局はもう二束三文で買いたたかれるのがオチなんで、まあ
3万円丸損してしまうわけですよ、そうなると。でそれがですね、 GU で1600円のパンツを買ったらなんか似合わないなってなっても別に損はしない、損したって感じはしませんよね、1600円だから。まあする人はすると思うんですけどね。僕はそんなに、まあそういうデザインもまあたまには履くかもしれんなってぐらいで置いときますよ。1600円ですからね。で、何しろね、とにかくもうありとあらゆるものがそういう値段なんですよ。まあせいぜい3000円、3500円ぐらいもしたら、あ、まあまあするなっていうぐらいで、まあとにかく衝撃的な安さなんですよ。で、まあちょっと今回はですね、ファーストリテイリングっていうものを初めて扱いますんでね、ちょっとそのアパレル業界について、まあ自分もそんなアパレル業界について詳しいわけじゃないんですけど、アパレル業界ってものを見渡した上で、この売り上げとかこの利益とかっていうのは他の YouTuber みたいにやってますけど、こんなのは誰でもできますから、こういうことじゃないんですよ。もっと外観的なポジショニングの話が重要なわけです。これはこの私の動画で何回も言ってる通り、全体的な見分け方が、位置づけが分かってないと、こんな売り上げがどう、営業利益がどうで、自己資本比率がどうでね、固定比率がどうって、そんなのバカでもできますから。はい。で、アパレル業界っていうのはね、何があるか。アパレル業界って皆さんね、アパレルに勤めてる人もいるでしょうし、まあ、そういう知り合いもいますよね。で、そうなると、大体アパレル業界って年に2回セールがありますでしょ。年に2回セールがあるんです。大体春夏物と秋冬物というのが、この2パターンありましてね。で、大体それのシーズンが終わるときにセールになるわけですよ。バーゲンで5割引き、6割引きになるわけですね。で、それでも売れなかったら今度は、軽井沢とか、大今、なんだっけ、御殿場の方にあるようなアウトレットの方に行って売られたりするわけです。どん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 安くなって。で、最近はそのアウトレットだけ、アウトレットの専業のね、会社なんていうのも出てきてる。で、要はその年間2シーズンがあってね、春夏物と秋冬物と2シーズンがあって、それがある段階で在庫処分される。ある段階で在庫処分される。これは何を意味しているかというと、あるメーカーがその服をデザイン、今年の春夏物はこういう風なデザインでいきましょうとかっていうのを、そういう発表会とかでね、ミラノとかであるやつとか、まあ、東京のなんかのそういう最先端の、まあ、ファッション展覧会みたいなやつでね、こういうやつが流行るよってなったら、それを、まあ、そういうデザインで、まずデザインをして、で型紙を作って、今度工場で縫製のまず段取りをして、で実際に素材を確かめて、これでいこうってなって、その縫製の方の、まあ、大量生産の準備をして、ほんで実際に作って、できたものを、まあ、全国にデリバリーするわけですね。でデリバリーして、今度は売って、で売れ残ったものを在庫処分で結構安売りにして、ほんでそれでも売れ残ったものはそのアウトレットの専業店なんかに売ったりとか、して稼いでいくわけです。で そうなるとね、その一連のサイクルがだいたいね、6ヶ月かかるわけですよ、ね、デザインして型紙作って縫製の実験をして、実際に素材選んで大量生産して、でデリバリーしてっていうのが6ヶ月のサイクルでかかるんで、だいたい年に2回それを繰り返していくのが関の山なんですね。ところがですね、このファーストリテイリングとかのファーストファッションというのは何がファーストなのかというと、そのサイクルがもう1ヶ月とか、もっと極端にいくと2週間ぐらいで回せちゃうんですね。その今までだったら洋服のデザインからそのデリバリーまで6ヶ月かかってたものを1ヶ月で回すんですからね。いかにこの早い回転になって、
物流からデザインから工場の縫製から、それの廃棄までですね、ものすごく早く回すんです。それがファーストなんですね。で、この一旦サイクルを築いてしまうと、まあ要するにですね、売れ残りがまず少なくなります。はい、洋服のビジネスで一番ネックは売れ残るんですよ。これなんです。アパレル業の一番の悩みは売れ残りです。去年バーバリーが国際的に非難されてたんです。1年間に廃棄する洋服の量が何トンで何万トンで、そんでそのなんか現場の写真を撮られたりして、要は国際的な非難を浴びてたんですね。なんてもったいないことしてるんだと。こんな環境が大事なね、EDGS とか言われてるのに、なんでこんな廃棄をして、それでも儲かってるってことですね。だからいかにその原価率が低い商売なのかっていうことが分かるわけですね。でも逆に考えると、それは大変な地球環境のロスでもあるわけですよね。だから非難されたわけです。ところがですね、この 最短2週間で追加オーダーをしたらそれが届くわけでしょ。で、そんな早いんだったら、いちいち見込み生産でですね、このデザインはこれぐらい売れるだろう、このデザインはまああんまり売れないだろうとかって予測をして6ヶ月サイクルでやるよりも、まあいろいろな手を打ってみてですね、で結局売れなかったものはもう追加オーダーしないし、で売れたものは追加オーダー大量に出すとかって言ったら、結局はものすごく効率のいい生産ができるわけですね。うん、効率がいい生産をできるし、逆に言えば、多品種少量生産もできるということですね。多品種少量で作って、で当たったものだけ追加オーダーで出せる。でそのサイクルがめちゃくちゃ早いから、要はその売れ筋のものはどんどん売れるし、売れないやつは結局はほとんどロスが少ないというふうに、まあめちゃくちゃ効率がいいねっていうことで、2000年前後ぐらいかな、僕自分の記憶、ユニクロっていつぐらいに始まったのかね、実はよく覚えてないんだけど、多分2000年前後に結構知られるようになったと思うんですよ。で、その最初はユニクロだけだったんですけどね、できてきたと。ほんでね、確かね、その頃僕覚えてるんですけど、その頃、まあ、サラリーマンやってたんだけど、アパレル業の人から転職してきた人に聞いたことがあって、ものすごいね、その人はね、ユニクロの悪口を言ってました。何か食い破れたんでしょうね。アパレルで食い破れて、まあ、ちょっとある業界に流れ着いた人だったんだけど、えらいユニクロの悪口を言ってましたね。だから逆に言うと、それぐらいユニクロがものすごくこう勢いづいて、アパレル業を席巻してたんでしょうね、当時。ほんでね、やっぱりね、アパレル業、まあこれは別の人から聞いたんですけど、まあ洋服屋に行くでしょう、皆さんね。そしたら、店員側で、セレクトショップとかブランドショップだったら、店員さんが、これ似合いますよ、お客さんどうですかって、積極販売していきますね。ユニクロなんか行ったら積極販売なんかしませんよね。ちょっと質問した時に店員が来るぐらいで。だけど、その単価の高いね、シャツとかが1万5000円したり、パンツが2万3万したりするようなブランドショップとかセレクトショップ行きますと、店員さんがやたらとこう積極的に来ますよね。で、こう並べて、いや、お客さんこれどうですか、この合わせ方でとかって やるのは、大体単価の高い店なんですけど。で、あの時にね、やたらとなんかいまいちデザインとか色がパッとしない服を勧めてきませんか。そうなんです。これはね、まあ人に聞いたこともあるんですけどね、売れ残ったね、いかに売れ残った服を定価で買わせるかができる人が優秀なアパレルの店員らしいんですよ。はいね、売れ残りの商品をいかに定価で買わせた
店員が評価されるんです。それは理にかなってましてね、売れ残った商品はだって6割引きとかに出されたりアウトレットに流れるわけですから、もう売り上げがドーンと落ちるわけですね。しかし売れ残ったやつを定価でお客さんに買わせたら、これが一番利益率が高くなるわけですね。売れるやつっていうのは一人でにお客さんが買っていきますからね。特に色で言うと黒、グレー、白ですよ。この3色が定番、まあ、あとはブラウンぐらいかな。要は無難な色ですね。無難な色っていうのはお客さんが勝手に買っていきますからね。そうじゃなくて緑とか赤とかね、あと紫とかね。で、そのブランドショップに行ったらやたらとそういう特殊な色というかな、マイナーな色を勧めてくる店員が多いです。それは何でかというと、それが売れ残る確率が高いからです。そうなんです。で、じゃあなんで売れ残るのに緑とか赤を作るんですかっていうと、緑とか赤があった方が黒や白やグレーが引き立つんです。これもまたマジックでして、売れない色があるから売れる色が引き立つんですね。で、やっぱり無難だからこれを買おうってなるんだけど、最初から黒と白しかなかったら、あ、なんだっていう、ちょっとがっかりするというかですね、黒、白、緑、赤、黄色ってあったら、あ、やっぱり無難な黒を買おうってなるんですね。そうでしょ、だいたい自分も我々の心理としてもそうじゃないですか。だからそういうふうにあえて死に筋の色も作って、で売れ残ったやつをいかにそのお客さんに似合いますよって嘘をついて進めるかなんですね。もちろん赤とかが好きな人もいるんですよ。それはそれでいるんですけども、基本的にはそっちは数量が出ないからっていうことなんですね。まあ何が言いたいかというと、いかにですね、その廃棄処理というかな、売れない商品を減らすというのが、あるいは売れない商品をいかに低価で売る、そういうことがアパレルの一番の肝なんですね。で、ファーストリテイリングはそれを積極販売とかをしないから、まあ基本的に多品種少量生産でまずファーストロットを出して、でどれが売れるってことでそれを追加オーダーをかけて、それが2週間のサイクルでドーンと来る、そしたらそれが当然売れるっていう、この綿密なですねオーダーのその物流の IT 化でですね、これを成し遂げていると。でそれがもう一番やっぱり 理にかなってるわけですね。ということは廃棄品種がないってことは、廃棄品種がないってことは原価率を高く設定できるんですよ。ということは逆に言うと売り上げを低くできるわけ。売れ残りがいっぱい出るのが今までのアパレル業でしたね。例えば10仕入れても、まあせいぜい定価で売れるのは3か4じゃないですか。そしたら売れ残りの5とか6は安くバーゲンで売ったり、あるいはアウトレットに回したりするわけです。なんだけど、ということはですよ、10仕入れて3しかまともに売れないんだったら定価は高くしないとダメですね。それを逆算して織り込まないといけないから。だけどこれほとんどがね、ファーストリ GU とかユニクロでほとんどが定価で売れるんだったら、売れ残りがその物流のファーストファッションで売れ残りが少ないからほとんどが定価で売りさばけるんだったら、そもそも定価を低くできるでしょうね。利益率を薄くすればしてもいいわけだからね。売れ残らないんだから、そもそも。ということでだんだん安くなっていくわけ。だからパンツが1600円で買えるっていう途方もないですね。普通じゃ考えられないですよ、こんなの。でそういうことでもってですね、理にかなっているからみんなが買いに来るわけですね。で確かにちょっと商品の品質は悪いけど、まあ1シーズンか2シーズン捨てたら着たらもう捨ててもいいし、また洋服の流行り廃りっていうのもあるから、逆にそれぐらいがちょうどいいよねっていうことで、まあ若者を中心にですね、まあ要は理にかなってるんですね、やっぱりファーストファッションの方が。
ちょっと品質はその代わり落ちるんですけどね。うん、あのやっぱり値段が高いというとね、あのアウターというかね、まあ、コートとか類なんですけど、それでもね、私あれいくらだったかな、6000円ぐらいで買いましたからね、あのちょっとフォーマルな感じのコートを、その GU の、通販で買ったんですけどね。もうあのまあ通販というとね、 ZOZO がありますけれども、 ZOZO で買うとですね、これがまたあのいろいろな、結局 ZOZO っていうのは通販は通販なんだけどセレクトショップなんですよ。いろいろなブランドを仕入れて売ってるだけだから、そのブランドによってですね、写真は立派に見えても、それをいざあの注文して届いたらですね、生地がペラペラだったりするわけです。それで僕も何回も騙されて、もう ZOZO があんまり買わなくなったんですよね。でやっぱり未店舗に行かなきゃいけないのは面倒だなとか思ってたら、たまたまちょっと GU の通販をやってみたら、まあその GU で1個通販をしたら、まあ生地がそれなりにしっかりしてたっていうんで信用できたら、あとは店舗でまあ買った時に、まあそれなりにしっかりしてるからっていうんで GU を信用できて、そこの通販を頼むっていうサイクルになったんでっていうのもあるんですけど、あのまあその辺がですね、セレクトショップじゃないところの通販の強みですよね。うん、そうなんですね。うん、まあでもね、一般論としてはやっぱり洋服はね、手に取って素材を見た方がいいですね。特にスーツなんかは、まあスーツを通販で買う人はいないと思うんですけど、スーツなんかは絶対もう見ないとダメですよね。あの生地がやっぱり全てですから。やっぱりね、スーツはね、生地が全てですよ。生地が全てなんです。だからオーダー、生地を選んでからオーダーメイドで作ってもいいんですけど、あのそうするとデザインがイメージできない場合があるんですよ。だからやっぱり吊るしで売ってるものを、あ、生地もいいね、デザインもいいね、試着してみて合いますねってことで買うのが、まあ大体普通のやり方だと思うんですけどね。まあね、この洋服というかアパレルに関してはね、僕も結構あのそんなにおしゃれにうるさい方じゃ全然ないんですけど、あの結構いい加減なファッションなんですけど、まあ結構語れますよね。このアパレルに関してはね、案外語れるなということに気づきましてですね、でこれを新しい銘柄に選んでみました。まあそのあそれでですね、ちょっと長くなっちゃってる。あの柳井さんなんですよね。ファーストリテイリングイコール柳井さんなんですよね。で柳井さんのね、ちょっと今最も重要だと考えていること、さらに今後どのような考え方で経営を進めて いくのか、その点についてお話をします。まず最初に申し上げたいことは、世界を取り巻く環境がいかに変わろうと、これから大きく成長する企業にとってグローバルに展開するしか行ける道はないということです。私たちファーストリテイリングが初めて海外に店を開いたのは2001年9月英国のロンドンのことです。これね、柳井さんね、プレゼン下手ですよね。いや、これなんで見てもらったかって言ったら、柳井さんはプレゼンが下手なんです。うん、孫さんとかと比べたらね、下手なんですよ。別に柳井さん悪く言ってるんじゃないんだけど、逆に朴訥な感じで好感が持てますよね。なんか孫さんはスティーブ・ジョブズみたいに、こう、プレゼンがすごい上手いですよね。何にもこう下書きなんか読まずに自分の構想を語りますよね。スティーブ・ジョブズとか孫さんってすごいプレゼンうまいんですよ。だけど柳井さんはね、ずっと原稿を棒読みしてね、こうたどたどしい、流暢にどんどんこう言葉が出てくるっていうよりも、朴訥にこう
原稿を読み間違えたりしながら読むタイプなんですよ。それで、あ、経営者って言ってもいろいろあるんだなと思ってね、見てたんですけど、三木谷さんなんかもね、結構プレゼンうまいですけどね。うん。まあ逆に、だから近所にいる おっちゃんって感じでですね、逆に好感が持てたりする人もいるでしょうね。まあそれはちょっと余談なんでしたけども、まあとにかくね、アパレル業っていうのは、非常にこう癖のある業界です。結局デザインからデリバリーまで、ね、デザインから型紙作って縫製して、デリバリーしてっていうまでのサイクルがものすごく長かったんですね。でだからそのサイクルをせいぜい 年に2回しか できなかった今まではね。だからロスがものすごく廃棄、もう最後はね、アウトレットでも売れなかったら捨てるしかないですから、廃棄がものすごく多い。だからバーバリーが批判された。でも批判されたのは最近になってからだけで、昔からこれがアパレルの常識だったわけです。たくさん作ってたくさん捨てるんですよ。だからその捨てても利益が出るように定価を高くするわけですね。ね、そうなんです。めちゃくちゃ利益率が高い商売なわけです、一着あたりに見れば。たくさん作ってたくさん廃棄してちょっとだけ売れるものを高く売る、そういう商売なわけですね。でそれが国内ね、今回のコロナ騒ぎでワールドが潰れて、何が潰れてって言ってですね、世界のね、有名なニューヨークの老舗がブランドショップが潰れたりして、もうえらい飲食店よりですね、まあ、飲食店もかなりダメージ受けましたけど、実はそれ以上にですね、路面店とかデパートに入っているアパレルがダメージ受けたわけです。なんだけどこのファーストリテイリングっていうのは、このファーストファッションだから廃棄が少ないから1着あたりの粗利を多くしなくても済む。1着あたりの粗利は少なくしても廃棄が少ないから全体としての売上と利益が立つんですね。ということは、どんどん価格を落とせるわけです。この循環が働くのがこのファーストファッションですよね、っていうですね、ものすごくね、製造業のセオリーからはちょっと特殊な業界なんですよ。これが私がジャパンディスプレイとか日産自動車で言ってる通りね、製造業っていうのは単価を高くしないとダメなんです。製造業っていうのは物を安くして数量で売るっていうジャパンディスプレイみたいなやり方だと相場行き詰まります。なんだそれが原則なんだけど、このファーストファッション SPA と呼ばれる業界だけは数量をたくさん売って廃棄を少なくして単価を下げるという特殊なですね、ビジネスモデルになっちゃってるわけですね、単価を安くして数量を売るとアセットばっかり大きくなって利益率が悪くなる。そしたらそのアセットを維持するために逆に今度また安売りで頭下げてやらないといけないから、これが負の循環になってジャパンディスプレイみたいになるんですね。だけどそれが例外なのがこの業界なわけです。それは何でかというと、一つはやっぱり洋服っていうのがみんなが買うものだからなんですね。液晶っていうのも確かにみんなが買うんだけど、そんなまあスマホなんてね、せいぜい2年か3年は持ちますからね。だけど洋服っていうのはやっぱり消耗品っていう面がありますから、毎シーズンどんどん買うわけですね。だからそういう面もあるのは確かなんですけど、特殊な業界であるということ、はい。で今回はですね、もう34分か、今回はですね、あんまりそのファーストリテイリングの経営に立ち入らずにファーストリテイリングというのはどういうビジネスも、どういったスケールなのかっていうのだけをですね、ちょっとやっていきたいと思います。でこれは私の動画はですね、四半期ごとにやりますから、その四半期ごとに
詳しく突っ込んでいきますから、次回はもっと突っ込んだ話になると思います。でこの前期、まあこれ8月決算ですから、今回は2020年9月から2021年2月の上半期の決算が今回出たわけですね。でその前の年の2019年9月から2020年の2月が売上が1兆ですね。1兆2000億。だから2020年の2月ってことはコロナがほとんど影響がないんですよ、これが。ね。2020年の2月までですから、コロナの影響が全く、まあ、ほとんど、中国の2月っていうのがロックダウンがありましたからね、中国の2月だけちょっとダメージ受けてるんだけど、まあ、ほぼほぼですね、コロナの影響を受けなかった前期です。これが1兆2000億売上。で、今回2020年9月から2021年2月もほぼ同じと。はい。これを押さえてくださいね。コロナの影響を受けなかった前期、コロナの影響を受けた今期がほぼ同じと。はい。これはですね、非常に特徴的な出来事だと思います。で、確かにですね、2020年の9月からだから、コロナの最悪期は出してるんですよ。はい。コロナの最悪期は、やっぱり、去年のですね、3、4、5、6ぐらいでしたから、それを9月からだから、まあ、コロナの最悪期は出している、今期の上半期。で、これが一緒ぐらいだったということなんですね。そして、あらりが、前期が5700億、今期が6004億、販管費が前期が4387、今期が4207億。ただですね、これね、ジャパンディスプレイとか製造業、いわゆる普通の製造業ね、いわゆる普通の製造業の総あらりっていうのは、まあ、売上から製造原価を引いたものですよね。ということは、工場の人件費とか、材料費とか、外注費なんかとか、あと工場のアセットの原価償却費なんかを引いたものが、あらりになるわけですけど、このやっぱり業界というのは、店舗の家賃というものがあるわけでしょ。うん。やっぱりユニクロとか GU とかね、確かに巣ごもりで、インターネットでポチポチやる方の売り上げも、まあ確かに巣ごもりだから伸びました。だけどやっぱり洋服っていうのは見て買いたいねって人が大半を占めますから、店舗ビジネスなんですね、これ。店舗ビジネスだから、販管費がめちゃくちゃ多いんです、これ。ね。販管費がめちゃくちゃ多いんです。だから、一般的な製造業だったらば、製造原価というものを気にしとけばいいんだけど、こういうアパレルはですね、販管費、まあ、店舗の人件費だとか店舗の家賃とかでしょうね、販管費っていうものが非常に重要になってきます。というか重要というか、それが大きいわけですね。製造原価と販管費の2つが大きいわけですね。で、売上が1兆2000億で、あらりが5700ってことは、だいたい半々だから、6000億ぐらいが製造原価がかかってるわけね。で、そこに販管費の4000が乗ってきて1兆。ということは、残りだいたい2000億弱が営業利益なわけです。1367。売上が1兆2000億で、営業利益が1300だから、まあだいたい 12% ぐらいですか。11% とか 12% ぐらいの営業利益率ですから、まあ悪くないですよね。やっぱり優秀な企業だと思います。はい。ただ注意しないといけないのが、製造原価と同じぐらい販管費があるんですよ。ここが非常にね、やっぱり、普通の製造業とは違いますよね。販管費がめちゃくちゃ大きい。うん。ジャパンディスプレイなんかの製造業でした。あとは日産自動車とかね、販管費の割合ってすごく小さいんですけど、これは売上のやっぱり3分の1以上が販管費っていうのが、やっぱこのアパレル業のですね、特徴でしょうね。はい。で、それを見てもですね、前期と今期で、まあ、ほぼ一緒です。
ちょっとこの粗利が大きくなっていってもほぼ一緒の、似たり寄ったりですね、営業利益がそのちょっと粗利が大きくなった、つまり製造原価がちょっと下がったことによって粗利が増えてですね、販管費はほとんど同じだけど、結構下がってるか。で、営業利益が20%も上がってない、でも結構上がってますね。それなりに上がってます。これはいいんですけど、それで、このね、ファーストリテイリングの売り上げの構成というのはどうなっているのか。それは、国内のユニクロ事業が、4900億。これ売り上げですよ。海外ユニクロ事業が5200億。だから、大体同じぐらいなんですよ。国内ユニクロ事業と海外ユニクロ事業が同じぐらいで、ここで入ってきたのが GU 事業です。これが1326。GU ってね、最近でもないのかな。ちょっといつぐらいからできたのか、ちょっと、把握してないんですけど、だけど、ここ数年ですよね、GU ってね。だから、このユニクロだけじゃなくて、GU っていうのが一つ出てきたよ。で、これね、知らない人が多いんだけど、ブランド事業っていうのがあって、これが545億、パーセンテージは少ないですけど、そのブランドショップをやってるんですよ。これね、ちょっと経緯は抑えてないんですけど、他のブラン、要はグローバルの海外ブランドなんかを買収したんでしょうかね。要はこのファーストファッションじゃない部分なのかもしれないし、ちょっとこれは今後ちょっと次回研究しないといけないんだけど、で、売上が国内ユニクロが4000、大体5000億ですね。で、営業利益が978億。で、海外ユニクロが5200億で、営業利益がちょっと少ないですね、こっちに比べると。だから、海外ユニクロ事業の利益率がちょっと悪いねと。で、GU に関しては、12%ぐらいか。そう考えると、国内ユニクロ事業がやっぱりかなり儲かってますね。5000の1000だから、20%ぐらいありますでしょう。で、これ GU は10%ですから、ユニクロの方が儲かるんですよ。ね。ユニクロの方がちょっと価格が高いのかな。で、ブランド事業に関しては残念ながらですね、81億の赤字になってますね、これね。これなんで赤字かっていうと、やっぱり、ファーストファッションじゃない店舗型がメインなんで、やっぱコロナの中では苦戦したよっていうところがあるのかもしれません。それで、この国内ユニクロ事業の4925億のうち、EC が15%あったらしいんですけど、15%って言ったら少ないような気がしますけどね。で、だけど、海外のユニクロの EC の割合が出てないんですね。これ自分でね、いろいろファクトブックとかも見て探したんですけど、海外のユニクロの EC 比率が出てないってことは、ちょっとここはね、苦戦してるんだと思いますよ。やっぱり、この各国で EC をやろうと思ったら、物流から何から整備してやっていかないといけないし、洋服をそもそもインターネットで買うっていう文化が各国によってやっぱりまちまちでしょうからね。やっぱりそこはまだそんなに育ってないんでしょうね。で、これね、青い字で書いてあるのが店舗数です。店舗数。国内ユニクロは807店あるんですね。807店かと。東京にいたらね、大体デパートに今ユニクロが入ってますよね。下手したら、高島屋とかにも入ってますからね。以前だったら高島屋とか伊勢丹って言ったら、セレクトショップとかブランドショップのイメージでね、こんなユニクロなんかが入るイメージじゃなかったんだけど、入ってますよね。で、海外が1473店。ね。日本の一部上場企業っていうのはね、日産自動車もそうですし、もうソニーもトヨタもそうなんだけど、もう海外の売上比率の方が圧倒的に高いんですね、日本より。
日産自動車の日本の売り上げは1割です。北米3割、中国3割ね、で、まあ 3.5 割、3.5 割ぐらいですね。で、日本1割、欧州1割、その他でほとんど世界のグローバル売り上げなんですね。で、ユニクロイコールグローバルっていうイメージがものすごくありますよね。だけど、まあ、海外ユニクロ1473、あんま、まあ、そこまで多くないなっていう。国内の2倍近くあるんだけど、売り上げ的にはあんまり変わらないんですね。だから海外はその店舗数では検討してるんだけど、ちょっとそこまで足踏み、で GU に関しては436、まあこの GU の436はね、これはもう国内限定だと思います。多分 GU を海外ではまだ出せてないんじゃないかな。あ、でもあるのかもしれませんけど、まあほとんどが日本だと思いますね。それでね、意外だったのがこのブランドの911店舗なんですよ。これがね、僕も聞いたことないブランドだったですよね。名前がですね、なんていうの、聞いたことない名前で、コントワーデコトニエセオリー、とかですね。まあ、これ多分ブランドの名前だと思うんですけどね。海外なのか、海外で展開してるのかですね。だから国内でもあるみたいなんですよ。まあ、これはちょっと調べておく必要があります。それで、海外ユニクロの1473の内訳。要は、ユニクロの海外っていうのは、ユニクロイコール海外でグローバルでやってるっていうイメージが強いけど、実際どこでどう展開しているのかって言ったら、中国が800店ですよ。ということはほとんど中国なんです、これ。海外ユニクロイコールほとんど中国。ね。これなんで、この中国がほとんど。中国、だからユニクロイコール中国ですよ。で、韓国は143。アメリカは実は48しかないんですね。イギリスなんかに至っては15。だから、ユニクロって言ったら全世界だよねと。だアメリカもイギリスもフランスもすごいねって思ったら、アメリカ48しかないんですね。だめちゃくちゃちっちゃいんですよ。アメリカ事業ちっちゃい。イギリスなんか15だからほとんどこれないに等しい。ね。ほとんど海外のユニクロ事業っていうのは中国なんです。もう7割ぐらい中国。ね。1500だからもう800まであるわけ。で韓国もまあまあ多いですけど、まあ、ほとんどが中国なんです。で、この中国のユニクロ事業っていうのが、結局、まあ、かなりの主軸になってるわけですね。ね。まあ、国内ユニクロと GU を足したら、まあ、海外ぐらいですよね。だから国内事業にと海外事業が店舗数においては一緒ぐらいなんだけど、売上的にはやっぱり国内の方が、まあ、これとこれを足すと6300になるんで、ちょっと国内の方が大きいですと。だブランド事業というのは店舗数がめちゃくちゃあるのに売上が全然ないし、もっと言えば赤字ですっていうところで、このブランドはあんまりちょっともうやめてもいいんじゃないかって思いますけど、まあ、結局赤字なんですからね。で、このグローバルの従業員っていうのは12万3000人、正社員とアルバイトを含めて12万3000人ぐらいいますから、まあ、かなり大きい会社ですよね。だから全体の年商としてはこれの倍ですから 2兆4000億とか、まあ、そのあたりというのが、まあ、ファーストリテイリングの、まあ、ビジネスの概要ですよね。ちょっとですね、株価が今妥当なのかどうかのそのバリエーションについては、現状でちょっと僕はまだ判断ができません。ですので、これは今回はそのコメントに関しては差し控えますが、今後徐々に、深い分析をしていきたいと思いますが、まず そういうことをやる前に、この、もう50分ぐらいかけてですね、この、アパレル業というものを、アウトラインをですね、把握しないとこれは意味がありませんので、
このまず把握してした上でですね、例えば他の業態他の、まあ、例えばギャップとかですね、ザラとかのものと比較をしていったりしても面白いですし、例えばユナイテッドアローズ、確かユナイテッドアローズは上場してたと思うので、そちらとの比較をやってですね、優劣をつけていっても面白いでしょうね。だけどその大前提となるのが、このビジネスモデルをまず理解しないといけないということです。繰り返しになりますが、半期で1兆2000億売って営業利益が1600億出てるから、結構これはいい商売です。はい、営業売上高営業利益率が、15% 近くあるってことは、これはかなりいい商売ですよね。うん、かなり悪くないというかいい商売。うん、粗利もすごく大きい。ただし販管費が結構かかる商売だよ。で、店舗があるってことは、店舗中心のビジネスで EC が 15%、 国内でも 15% しかまだないってことは、やっぱり店舗に来て手に取ってみるビジネスなんですよと。で、そこが、まあ、今後のコロナ、アフターコロナに関してはどうなるのかなと。で、やっぱり柳井さんも確かおっしゃってましたけど、EC の比率を上げていくってことですね。まあ、比率だけじゃなくて絶対値を上げていく。そしてグローバルにやっていかないと意味がない。この、グローバルに展開するしか生きる道はないね。これ一行パワポでね、一行のパワポでジャパンディスプレイのスコット・キャロンさんみたいなやり方ですけどね、こっちについては批判が出てませんのでね。まあ会社が調子がいいとね、何をやっても、拍手喝采が来るわけです。こういう形で、分析としては、まあちょっとね、株価のバリエーションについては次回、コメントしていきたいと思います。